皆さんおはようございます。私たちは昨年参議院選挙で国政政党になりました。新しい政党ですが、大きな国民運動を起こしながら日本に新しい政治の選択肢を作りました。その一つが国民が政治に参加する政治を作ろう、参加型民主主義であります。他人任せにしない、政治家任せにしない、国民一人一人が政治にあるいは政策作りに参加する、そういう仕組みを参政党は作りました。もう一つの新しい政治の選択肢が日本という選択肢です。どうもこの30年私たちの賃金だけが主要国の中で上がっていない、その背後には大きなグローバルな力があるんじゃないか、多くの国民がだんだん気づいてきました。そして参政党のもとに集まってまいりました。この国民の目覚めを、本当に日本の政治を立て直す、そのためには今度の統一地方選挙で多くの議席を獲得し、地方から日本を取り戻す、そのために私たちは250人を超える公認候補者を擁立したところであります。そしてこの大きな国民運動に結実させていくために、大阪でも今演説したような多数の候補者が立っております。その候補者を引っ張っていくためにも、今回そして大阪から日本を取り戻そう、この運動を起こすために吉野俊明候補を大阪府知事選に立候補いた擁立いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは吉野俊明候補のことを日頃吉野先生と呼んでおります。医療や健康について日本を代表する専門家であります。今回の新型コロナについてもたくさんの発言をしていただき、国民を啓発してくれました。ワクチンの問題についてもいろいろな提言をされています。その吉野先生はいわゆる西洋医学とは違う、私たちの自然の治癒力とか食生活の改善で健康は作れるんだ、こういうことで国民を啓発してきました。そして何よりも私たちは大和魂を取り戻そう、大阪から日本を取り戻そう、その運動の先頭に立ってこれから選挙戦を戦っていただくことになります。今度の統一地方選ではやはり参加型の民主主義というのは地方でこそ実現する、住民のための本当の政治と行政をどうやって作っていくか、それは民主主義の学校といわれる地方でこそ始まるものであります。地域から日本を取り戻そう、そういう考え方のもとに私たちはいろいろな政策を提言をしています。そしてそれを大きな国民運動にしていこう、この地域のうねりを日本が自分たちの力で立っていける国にしていく、そのために結実したい、そのための統一地方選挙ではないかと考えております。皆さんのご賛同をお願いしたいと思っております。そしてこの大阪ではやはりこう見ているところですね、グローバルな資本とかあるいは外資とかですね、そういったところにどうも私たちの府民が本当は自分たちでできることなのに、そちらの方に富が流れてしまっているんではなかろうか。日本全体がそうです。世界最大の債権国日本がなんでこの30年間賃金が上がらない国だったのか。私たちは世界最大の債権国でありながら、そのお金を自分たちを豊かにするのではなく海外を豊かにする方に回るような仕組みができてきたんではなかろうか。ではこの30年間政治は何をやっていたのか。改革、改革という言葉があります。行政改革から始まり、構造改革、身を切る改革、いろいろなことがありますね。でも改革、改革といって私たちが気づいた金融資産が私たちの豊かさではなく海外に流れる仕組みができてしまっている、これをどう考えるのか。経済の流れを根本から変えるしかありません。私たちが築き上げた富を
私たちの手元にお金の流れを取り戻そうではありませんか。私たち日本は大変大きな力を持った長い歴史と伝統を歩んできた国であります。グローバルな力に対抗して私たち自身が自らの持てる力を発揮するためには、まず私たち自身が日本の国家の軸を取り戻さなければなりません。そのために正しい歴史もの認識もしなければいけません。私たちの祖先が築いてきた立派な日本の国を次の世代に継承できる、そういった教育もちゃんと作っていかなければいけません。やることはいっぱいあります。そして経済を振興するためには何よりも外資の力ではなく私たち日本人の力でそれぞれの地域経済を作っていこうではありませんか。そのモデルを大阪は作れるんです。私も大阪に勤務していたことがあります。かつての大阪はすでに日本のナンバーワンでありました。何事も大阪から始まっていた。東京何するものぞと、そういう勢いがありました。そういう大阪を取り戻そうではありませんか。できるんです。これは皆さんが決意をし、そしてこの日本は素晴らしい国だ、大阪は素晴らしい誇れる地域なんだ、そう思うだけでできるんです。私たちにはそれだけの力がある。改革という微妙のもとに吉野先生は何が起こっているか後でお話しいただきますが、もう大阪についてさすがにも徹底的に調べていただいてます。いろんなところに利権ができてしまった。既得権益打破と言いながら新しい権益ができてるんじゃないか、それが府民のためになるのだろうか、そして府民の皆さんが知らない不都合な真実がたくさんあることも明らかにしてくれます。そういった意味で本当の事実を知り、真実を知った上で政治の選択をしていく、その権利は大阪府民の皆さんにあるのではないでしょうか。いろんな問題がありますね。 IR の問題もあれば、ベイエリアの開発もあれば、メガソーラーの問題もある、いろんな問題がある。そして日本の私たちが祖先から引き継いできたこの国土がどんどん荒れていく、そしてそのツケは私たちに将来税負担となって帰ってくるかもしれない。そのことにストップをかけて、そしてどうも違うんじゃないか、いろんな改革の中で失われたものもたくさんあるんじゃないか、そういう思いを抱いている皆さん多いと思います。私たちはこの大阪府に政治の選択肢をちゃんと作らなければいけない、参政党としての使命だと考えました。その新しい政治の選択肢、皆さんで応援していただき、そしてこれから始まります統一地方選に向けて、吉野候補が大きな声を大阪から上げていただくことによって大阪を取り戻し、そして真の日本を大阪から取り戻す、この国民運動を日本に広げていく、大阪から広げていただきたい、その思いで本日は応援に参りました。ありがとうございます。皆さんのご支援、ご声援、そして吉野俊明さんに清き一票入れていただきますようお願い申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。参政党の準備局長で参議院議員の神谷総平です。よろしくお願いします。いよいよこの日がやってまいりました。大阪府知事選挙、今日からスタートです。参政党はまだ今できたばかりの小さな政党ですが、時間がないので今回も全力で日本中で選挙をやる、そう決意して254名の皆さんと一緒に戦っていく、そういう所存です。そのトップを走るのが横に立っている吉野俊明、吉野俊明、参政党は全国に支部がありますから、いろんなところで地域変えてほしいという声を聞いてきました。ついこの間までは愛知県で知事選があった、参政党が出してほしい、そういう声たくさん来ました。北海道でもあります。北海道の知事も変えてほしいという声かなり来てるんですね。しかし私たちはその2つの要望は断って、この大阪に力を集中することにいたしました。
我々ね、そんなに人もいませんから貴重な人材ですよ、吉本俊明。そのね、もうメインにもなるメンバーの一人をですね、この大阪に投入して大阪の皆さんに奮起を促したいというのが今回の選挙の大きな目的です。ご存知の方も多いと思いますが、僕は18歳から24年間ずっと大阪に住んでいました。3年前に石川県に移住して、今子供たちのフリースクールの運営をねするために石川に住んでるんですが、でも未だに両親は吹田にいますし、自分の会社も吹田に残しています。今日もね、この後27年間か通い続けている床屋さんに行きます。はい、ずっと行ってるんですよ、毎月毎月帰ってきては。そういう自分の思い出の詰まった大阪です。吉野さんもね、昨日挙げられた動画かな、で岡山大学にいた時からずっとね、南に通ってナンパしてましたって言ってました。そんなことまで公開しなくていいのにと思いますけど、もうそういうことを言ってしまうのが参政党です。僕もね、この思い出深い大阪の地でこうやってまだマイクを持って皆さんにお訴えできること、本当に嬉しいと思うんですね。2012年まで僕は大阪で議員をやってました。で、2015年の、ね、2回前の地方統一選、僕も出てるんです。でもそれで敗れて、もう大阪で政治を続けるのは難しいなと思って逃げた経緯があります。逃げたんです、正直に言います。これ以上やっても無理だと思ったから。なぜか維新が強すぎたからです、ね、で自民党の力も借りたんだけど、でもそれでもやっぱり勝てない。で自民党の中にもやっぱり僕の考えと全く違う人たちがいるから、自民党でも全力は出せないわけですよ。僕は腹の底から訴えたいことが自民党では訴えられなかった、ね、でもしょうがないですよね。自民党って僕らが作った党じゃないから、先輩方がたくさんいて、もうすでに決まったルールがあって、ね、利権構造があって、宗教団体とのつながりがあって、ね、いろんな仕組みの上にもう出来上がっている党に後から新参者の僕が入ってですね、こうすべきああすべきって言えないじゃないですか。だからもうそのプラットフォームに乗って流されて政治をやるよりも、僕は次の世代の日本人のために学校を作ろうと、そういう思いで一回は泉佐野に引っ越したんです、ね、で泉佐野はまだ自然があるから、吹田はね、残念ながら36平方キロしかないから場所がないんですよ、学校を作る。泉佐野で計画してたんですけども、それもうまく進まずに結局今の石川県に移住したという経緯なんですね。だから僕は政治をやめて教育に向き合おうと思ったんです。そっちの方は非常にうまくいっています、ね、たくさんの子どもたちが集まってきてくれて、学校に行けなかった子たち、ね、それから発達障害って言われちゃった子たち、そんな子たちも来てですね、元気にやってますよ。で、ね、既存の学校では居場所がなかった、で行くのがしんどかった、そういう子たちも一緒に学んでくれて、ね、笑顔を取り戻して元気にやってる。僕はね、こういうことが政治でやりたいんです。やりたかったんです。そのモデルややり方はこの10年で習得しました。だから参政党の一番の政策は教育なんですよ。お金じゃないんです、教育なんです。皆さん、大阪から日本の教育変えてみませんか。この吉野俊明を先頭に、みんなでもう一回日本の子供たちを元気にしていきませんか。国の未来は子供たちで決まります。ご存知のように数はどんどん減っている。もう80万人を切ってます、生まれる子たちが。1億2000万人もいて、毎年80万人しか生まれない危機的な状況ですね。今の0歳の子たちが大人になるとき、日本はどうなってるでしょうか。大阪はどうなってるでしょうか。相当厳しい状況です。その厳しさをその80万人に背負ってもらわないといけない、ね、その世代に背負ってもらわないといけないんだから、その背負ってもらう準備を私たちは大人の責任としてやらないといけないんじゃないですか。そのために子供たちには心身ともに元気になってもらいましょうよ、ね、
ちゃんとした給食を食べてもらって、ね、学びも自分たちが学びたいことを思いっきり学べるような、ね、大阪の教育と東京の教育一緒じゃなくていいじゃないですか、ね、大阪には大阪の考え方がある、やり方があるでしょ。そうじゃなきゃ日本中同じような教育してたらですね、大阪の良さなんか出てこないですよ。さっき増田代表が言ったように、ね、数十年前までには大阪には大阪のやり方があると、大阪府民の皆さん強い誇りやプライド持ってたんじゃないですか。それがなんか、ね、第二の東京みたいになってませんか今、ね、街は確かにこういう高層ビルができて綺麗になったけれども、けど大阪らしさがなくなってるんじゃないですか。どんどん改革はいいですよ、世の中を変えていかないといけないことがあるけれども、ね、改革改革っていうだけでその良さがどん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 なくなって、ね、元気がなくなっていったらそんな改革必要ないんですよ。必要なことは大阪の個性をどう伸ばしていくかです。それは大阪でどういう子どもたちを育てていくかと非常に結びついてるんです。それをどうするかは哲学がないといけない、理念がないといけない。無駄を切るとか改革するとかそんなね数字のことだけ言ってダメなんですよ。どういう大阪を作りたいのか、何を大事にしたいのか、何を取り戻さないといけないのか、それをみんなで考えるんです。参政党だけではそれは無理、吉尾俊明だけでも無理、大阪府民800万人の皆さんがしっかりと考えてくれないといけないんです。一緒に参政党は、そして吉野俊明はその苗掛けを皆さんにします。少なくともこの選挙の期間毎日毎日声を枯らして皆さんに訴えます。大阪本当にこれでいいんですかと、維新の13年の改革は大阪を豊かにしたんですかと、この先カジノとか作って本当にそれで大阪は明るい未来が描けるんですかと、そういうことを投げかけていきます。無関心の人が半分になってしまいましたけど、政治にはね。けどもう今までは諦めてしまってた人たちにも今回ばかりは声を聞いてほしい、一緒に考えてほしい。大阪っていう日本第二の都市をどうするか、それをみんなの胸に聞いてほしい。昔のね、阪神タイガースが優勝した頃のようなですね、ね、バースがいた頃のような、あの時の勢いのある大阪をみんなもう一回取り戻したくないですか。覚えてますよ、僕はまだ小さかったけど、まだその時は福井にいたけど、うちの親父が阪神ファンなんでしょっちゅう甲子園に連れて行かれて、ね、僕も応援してましたよ阪神タイガース。あの頃の大阪と今の大阪やっぱり違う、ね、綺麗にはなったんだけど何かあの時の熱いものがない、ああなんか大阪だなっていうあの雰囲気がない。それを参政党は吉野俊明は取り戻したいんです。でもね、これも覚えておいてください、僕たちに頼まれても無理ですよ。取り戻すのは皆さんですから、私たちは皆さんが参加して取り戻すきっかけを作るんですね。皆さんの声を聞いてそれを作るんですね。ああしますこうしますって勝手に決めて、ね、どんどん良さを切っていくんじゃなくて、ね、何したいですかと、どうしたいですかって聞いていきますよ、ね、何とかの無償化とかそんなにやりません。だって無償無償って言ったって結局皆さんも税金で払うんだから、ね、そうじゃない、あるべき未来を、あるべき理想を目指してみんなでやっていくんです。そこに予算どう使うかっていうのも、ね、それこそ住民投票でも大事なことはね、したらいいですよ。そういうことをみんなでやりながら元気な大阪を取り戻す。そのために僕一番大事なのはやっぱり大阪マインドだと思うんですね。じゃあ大阪マインドって何か、これは僕の定義ですけど、僕が大阪の人たちに取り戻してほしいのは義理人情なにわ節です。ね、義理と人情ですよ。お金じゃない、もちろん金勘定も大事だけど、ね、それの根底にあるのは義理と人情だったはずです。その上でどうやってみんなが豊かになるか、ね、みんなで儲かりまくかって言いながら、ね、助け合ってたのが大阪でしょ。それが単なる数字合わせになってしまって、ね、お金計算だけになっちゃったらそれは大阪じゃない、それじゃあ一緒になっちゃうほかと。だからみんなで
義理人情なにわ節をしっかり取り戻して元気な大阪を作るんです。やるのは吉野俊明ではありません。参政党ではありません。大阪府民の皆さんです。私たちはその受け皿一生懸命作りたいと思いますので、ぜひ力を合わせて一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。頑張れ大阪府の皆さん、こんにちは。参政党公認大阪府知事候補吉野俊明です。大阪から日本を取り戻す、この維新の13年間、皆さん一体生活がどのように変わったんでしょうか。お金が増えましたか。豊かになりましたか。元気になりましたか。笑顔が増えたんでしょうか。決してそうは思わない。先日佐喜島のメガソーラー、上海電力がやってるメガソーラーに行ってきました。こう今たくさんの人がいますけども、メガソーラーを見に行った人、見に行っていない人、手を挙げてみてください。ほとんどでしょ。皆さん実態を知らないんですよ。私は本当に目の前に行ってきました。するとどういったことでしょう。まずこの地面が、アスファルトがぐにゃぐにゃに歪んでるんですよ、地盤沈下で。それに伴ってガードレールも曲がってるんですよ。こういう電信柱もここから見たら全部平行に見えるのがバラバラなんですよ、角度が。それだけじゃない、パネルの上が放置した自動車の上に砂ぼこりがあるみたいに、もうゴミが溜まってて枯れ草まで乗ってるんですよ。これ本当にちゃんと管理して発電してるんですか。皆さん、このメガソーラーがどういう仕組みで発電してるのか知ってますか。これはある一定金額、一定量を発電すると一定金額で一定期間買い取ってくれるんですよ。発電量が少なくても、今日みたいに天気が悪くても、夜でも、冬みたいに日光の量が少なくても、それは全部買い取ってもらえるんです。その買い取り金額は世界の標準よりも2倍から3倍も高いんですよ。もっと言うと、大赤字でもそのメガソーラーさえ作ってしまえばビジネスとして成り立つんです。このフィット制度っていうのを作ったのは、もともとは再生可能エネルギーを日本に普及するために作ったシステムです。だから最初は赤字でも業者が儲かるように作ってある、そのコンセプト自体は間違いではない。ところがこの橋本徹市長時代に入札があって、最初は合同で会社が2社入ってこのメガソーラーを、まあ、入札して取ったわけですけども、これがステルス参入でいつの間にか上海電力という中国の 100% 子会社の日本にある株式会社、上海電力日本株式会社っていうのがいつの間にかそこを運営してるんです。こういう事実を知らなかった人は手を挙げてください。ほとんどの人が知らないでしょ。で、これで事業のお金はどこに行くんですか。皆さん、府民の皆さんが働いてる税金ですよ。これは再生エネルギー賦課金って言って、皆さんは毎年再生エネルギーの投資に関してお金を払っています。始まった当初は約1年間でたった700円ぐらいでした。ところが想像以上にメガソーラーや風力発電が増えて、なんと皆さんは1年に1万円以上お金出してるんですよ。知ってましたか。知らなかった人手を挙げてください。そうでしょ。で、そのお金がどこに流れてるんですかっていうことなんですよ。で、このステルス参入していつの間にか会社が会社を売って、そして上海電力になってるっていう、こういう上海電力スキームっていうのを始めてしまったのが大阪なんですよ、皆さん。で、このやり方を福島や栃木県や山口県でもやられてしまってるんですよ。こういうスキームが残念ながら大阪で始まったの知らなかった人手を挙げてください。そうでしょ。で、こういうことを本当に分かっていてそれでも進めていいのか。そうじゃなかったんです。隠されていたはずです。もう一つは IR のある夢島の問題。夢島は皆さん
もともとあそこにワールドトレードセンターを作ろうとしたりとか、オリンピック村を作ろうとしたりとか、カジノを作ろうとしたりとか、総合リゾートを作ろうとしたりして作った島じゃないんです。あそこは大阪があまりにもゴミが多くて処分に困って、そして焼却した皆さんの府民のゴミをどうにかすることをしようといった時に、もう谷間がなくなって仕方がないから海洋に破棄すると言ってできた、そういう島なんです。なのではっきり言います、単なるあそこはゴミの処分場、もっと言えばゴミ捨て場だったんです。私はゴミ捨て場が悪いって言ってるんじゃない。皆さんも生活していればゴミ捨てなきゃいけないでしょ。ゴミ箱は絶対必要ですよね。それはいいんです、あっていいんです。これは別に大阪だけじゃない、東京でも瀬戸内海でもどこでも、最終的には海洋に処分場を作ってるところは日本だけじゃない、世界中ありますよ。なんだけども、もともとそこはそういう処分場だったところなんです。それでいいんです。そこに最終的に芝生があって、木が少し生えて、水鳥が飛んできて、みんなが釣りをしたりする、それは構いません。だけど地盤が脆弱なんですよ。はっきり言います、今でも地盤沈下を続けているところなんです。弓島が今でも地盤沈下を続けているのを知らなかった人手を挙げてください。知らないでしょ。これ関空も同じようなんです。そもそも大阪湾は、大阪湾と別府湾だけで日本は特別で、ずっと沈下しているという、そういう場所なんです。その反対が富士箱根伊豆です。あそこは伊豆半島がフィリピン海プレートにずっと乗ってきて日本列島に当たって、今でもグイ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 押してます。だからどんどん山が高さが高くなる、それで火山活動が起きて噴火ができて、できているのが富士山です。富士山は今まだ活火山ですよ。400年に1回ぐらい爆発するわけですから、高さが変わるわけですよ、上がっていくわけですよ。この富士山が噴火したりとか、伊豆半島がせり上がったりするのを止めろなんてできるわけないですよね。大自然の力なんだから。それと同じで大阪湾と別府湾はずっと沈下する、そういう地質の場所なんです。さらにその上に柱石成、鉱石成という地層があって、粘土でできている地層があって、これが大阪湾の入り口で約18メートル、関空の外側で24メートル、平均22メートルの粘土層というところがあって、ここも沈下するわけです。なので杭を901本も打って、そして20メートル以上沈下させておいて、それから関空は作ったんです。それでも沈下してるから、ジャッキアップで毎日のように上げてるんですよ。角度が 0.5 度を超えて1センチ下がったら、均等にするためのジャッキアップは今でも夜間行われています。そこまで対策を立ててる関空でさえ、台風の時に水没してるの皆さん覚えてますでしょ。そこまで本当にやってあるのが先島だとか前島だとかね、夢島だったらいいですよ。そういうことを全然想定してない、想定してないから、ここは地盤がぐちゃぐちゃなんですよ。私がそのことを先日あるテレビ放送の討論番組で言ったら、いや、吉野さんは分かってない、あそこは区画が4つあるんだ、そのうちの2つは確かにそうだけど、他は残土を埋めたり、それから、トイレから出る、ね、下水道の処分したもの、それが出てくるところだから、単なるゴミの処分場じゃないって言いましたけど、そんなことは私は知ってます。トイレから出てくるもの、ね、地下鉄を降った時に出てきたゴミ、これは処分するものじゃなくて、言葉の定義の問題じゃないですか。そもそもが生活にいらないもので、何か捨てなきゃいけないもので作ったのが夢島なんですよ、ね、だからこの夢島のところにですよ、 IR を作ること自体が危険なんです皆さん。そのためにですよ、去年788億円も汚水対策と、液状化対策でやって、沈下対策は1円も払ってない。淀川左岸線という高速道路、そこも沈下対策で1000億だった予算なのに 2.5 倍もかかって、2500億近くお金が追加にかかってる。府民の皆さんが一生懸命働いてるお金が、そういうところにザブ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 流れて、これが未来永劫、我々の子供たち孫たち世代まで本当に流れても皆さんいいと思いますか。良くないと思ってる人は手を挙げてくださいよ。そうですよね。こういう問題をちゃんとクリアにしてから、それでも皆さんが IR が欲しいのか、カジノが欲しいのか、私は個人的にはカジノは大反対です。依存症ができるからです。依存症を作っておいて
それで後で対策を取る。で、その儲かったお金で病人を治すなんて逆じゃないですか。カジノのね、依存症対策はカジノを作らないことじゃないんですか、皆さん。そうだ。まだまだお話ししたいことはありますけども、また順番に街頭演説させていただきます。皆さん、大阪を一緒に変えましょう。吉村から吉人に変えましょう。吉野俊明、大阪府知事候補、選挙期間、全力で戦います。これは私だけの力じゃ無理です。皆さん一人一人が、自分たちの人生をちゃんと歩む、そういうつもりで、一緒にですよ。一緒に大阪を変えましょう。そして、大阪から日本を取り戻す。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとう。で聞いていただいて分かったようにですね、吉野先生といえばですね、もうね、医療の非常識に切り込んでですね、もう数々のもう救われた人がたくさんいるんですよね。で、そのね、吉野先生が今度大阪府を治していただく。吉野先生だったら治せるんです。それだけの実績のある方なんです。ぜひ皆さん応援していただければと思います。ありがとうございます。先ほどはね、ちょっとなんか最初の10分はテレビかもしれないっていうんで、言いたいことを言わないで途中でやめましたけど、ちょっと具体的な話をようやくできるようになりましたので、私も昔大阪にいたことがありました。その時は良き日本だったんですよ。さっき義理人情と神谷さん言いましたけどね、私たち日本人の人間関係の中で私たちは経済を作ってきた。ところが私が本省の大蔵省に帰りましてね、もうすぐにガタガタっと日本が壊れていくのが目に見えるように分かったんですよ。ウォール街のよくね、私たちは陰謀論政党だと言われるけども、私が証明します。陰謀はあります。世界が陰謀で動いてるんです。それを知らないのは無知な人たちなんですよ。もう大蔵省に行ったら見えました。日本人が稼いだ莫大な金融資産あるんですよ。私たち4000兆円も金融資産持ってるんですよ。国内で十分ね、使い切れてないんですよ。それをね、彼らがどうやって自分たちでコントロールしようとするか、そこで大蔵省を解体ってやったんですよ。メディアも政治もね、みんな乗せられた。見えたんです、それが。私はその時にね、日本は植民地になると思ったんです。戦後植民地になった。第二の経済占領を受けると思った。これじゃ困る、いけない。私もいろんな活動を始めました。そしてついに財務省にいても何もできないと思って、そして日本を何とかしなければいけない、その思いだけで周りの人たちが、皆さんお前バカじゃないかと、政治なんか出たって大変なだけだろうと、もうちょっと我慢したらね、再就職、今頃いい生活で出てきたかもしれない、だけどそれどころじゃないと思ったんですよ、この日本が。そして立ち上がれ日本という政党を石原慎太郎さん作りました。これだと思って私はその旗のもとに馳せ参じました。そして太陽の党になって、その後この維新ですね、維新と交流して、実は私は維新の衆議院議員をやってたことがあるんですよ。だからいろんなことを感じました。どうもあまりね、他の政党の批判をしたら神谷さんに怒られるから言いたくないけれども、だけどあの政党にいたら分かりました。日本を植民地にする政党ではないかと思ったんですよ。そう思いません、皆さん。関西が独立していい、名古屋が独立していいなんて発言をしている人がいるんですよ。独立すればいいって言ったって、独立したらどうなりますか。世界の例を見てくださいよ。同州制をやっているオーストラリアで、ある州が一帯一路に組み込まれようとしたんですよ。そこでオーストラリアの人たちは気がついたんです。国家がやることがある、国がやんなきゃいけないことがある。そして反中国になりましたよ。オーストラリアの人は目覚めたんです。私たちはその同州制をやることによって一体何が起こるかよく考えたのか。もちろんね、地方の分権大事ですよ、自立が大事ですよ。でも根本にあるのは日本の国を守り、日本の国力をつけることじゃないですか。まずそれがなければ何にもできないんですよ。知らないうちにどんどん今も地方の土地は買われています。水源地が買われています。具体的事例が山のようにあります。
いつの間にか先ほど吉野候補が言ったようにですね、太陽光利権がはびこっている、そして FIT 制度と言いながら、あれってほとんどお金が中国に流れる仕組みじゃないですか。私たちが負担している電気料金でなんで中国人を豊かにしなきゃいけないんでしょうか。もちろんね、私たちね、対外的なね、外国けしからんだけじゃないんです。世界に大調和を生むって言ってんですよ。だけどね、その前に私たちが日本の国家の軸がなければ、どん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 ね、吸われてる一方なんですよ。そのことにね、もっとみんなが気がつかなければいけない、そういうふうに思って私は財務省を飛び出して政治の世界に入ったんですが、でもどうも違う、維新は違ってました。憲法の話も出ました。我々は日本の国柄を憲法で定める、それが憲法だと思っていました。自主憲法と言ってたんです。ところが違ってたんです。具体的な個人名を挙げてはいけません。エッチさんとだけ言っておきましょう。橋本さん、あの方がね、何て言ったか、憲法というのは政府の権限を制約するのが全てだと言い切ったんですよ。え、これってフランス革命、市民革命のね、どうもちょっと左側の理論じゃないか。もう全然国家観が違ったんです。それで石原さんと橋本さんもね、具体的な名前言っちゃうけど、大喧嘩したんですよ。で、党が分かれました。私たちこそ実は維新で当選した議員だったんで、維新の名前を継ごうと思ってたんですよ。ところが石原さんが離婚協議の時に橋本さんにね、譲っちゃったんです、維新の名前を。あ、これで負けたと思いました。それで次世代の党って名前を付けました。その直後の衆院解散総選挙で名前が知られなかったので、比例で取れず、私も石原さんと一緒に落選をいたしました。その時に言われました、大阪の方々から、次の選挙のことを考えたらそっちに行かない方がいいよ、こっちの水は甘いよって言われました。でも私は行きませんでした。なぜなら、私たちは何のために国会に行ったのか、その原点があったはずなんです。それは自主憲法を作り、日本が真の独立を果たして日本の軸を取り戻すことだ。だから私は自分の利害を考えず暴走をいたしました。昔は暴走官僚と言われ、そして暴走衆議院議員と言われました。だけど何のために私たちは政治をやっているのかの原点があるじゃないですか。国家のためであり、そして吉野さんにはですね、大阪のためにやっていただく、そういう政治家を作るような政治の仕組みを作んなきゃダメだ。次の選挙のことばっかり考える政治家ではダメだ。今の政治家のほとんどは選挙が最大の仕事、そうじゃないでしょう。国政のことであり、そしていずれやっていただく不正のことである。そういう政治家を作るような、そういう政党を作るのがいけない、それが私の思いでありました。そして神谷さんとの出会いがありました。そして分かりました、石原さんが譲った維新という名前は橋本君が考えたと言いましたが、実は神谷さんが考えた、原点じゃないですか。神谷さんが、日本が国家の軸を取り戻す原点がこの参政党なんだ、そういうものを私たちは作ったんです。そして見えてくるものがいっぱいありますよ。もう地方がどんどん変われてるだけじゃありません。私たちが本当はね、一生懸命稼いだお金がどんどん吸い上げられてる仕組み、これは私たちの考え方一つで変わるんですよ。いつの間にか私が大阪から東京に戻りましたらね、いろんな改革というのがもうどん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 改革改革改革、構造改革ってありました。あれって要するに日本の企業を買収しやすくするための改革だったんじゃなかったですか。昔はね、日本の企業は長期的な関係を大事にしたんです。人間関係の中で仕事をやってたんです。でもね、株式を持ち合いをやめろ、株式は市場で売却しろ、買収しやすくしたのは誰でしょうか。競争競争市場原理言ってましたよ、あの橋本さんはね、言ってました。私もね、中にいて常に競争競争こういうとこ出しましたらね、競争の話ばっかりだけどね、競争も大事だけれども、もっと大事なものがあるんですよ。私たち日本人にとっては力を合わせてみんなで共同するっていうことなんですよ。これが我が国のね、伝統じゃないでしょうか。何かよくわからない、競争しなきゃいけない、市場原理が大事だ、ね、マーケットで評価されないものはダメだ、今だけ金だけ自分だけに、日本がどんどん染まってしまったんですよ。その後大阪もその中で衰退したんじゃないでしょうか。そしてその考え方のもとにどうもずっと改革が行われてきたんじゃないでしょうか。これを反転させて
我々日本人が築いてきた考え方やルール、世界一の文明国なんです。日本は自信持ちましょうよ。それを堂々とやりましょう。我々は世界に大調和を生むと言ってます。グローバリズムはとんでもない巨大な敵です。そしだけどもそのグローバリズムを全部ねやっつけることなんてとてもできません。だけどもその中でグローバリズムやグローバリゼーションとどう向き合うか、そのために私たち自身が強い軸を持たなきゃいけない。国家としての軸、日本国民としての軸なんです。今世界は大きくね変わりつつあるんです。もうね何でもかんでもね市場に任せればいいっていう考え方は30年40年前ですよ。レーガン、サッチャー革命、そんなことをね いつまでもやってんのはね、ここ大阪だけじゃないですか。だから衰退するんじゃないですか。そうじゃないんですよ。もう世界は前に進んでる。日本型の共同してみんなでね一緒に働いて分かち合う、そういう考え方がこれから世界の主流を占めていくんですよ。そういう大きな潮流に、我々が言ってることは世界の大きな潮流なんですよ。でその考え方を取り戻すだけで私たちお金があるんですよ。なんで他の国を豊かにする方法ばっかり回さなきゃいけないんですか。もっとね国は財政出動しなきゃいけません。ありがとうございます。だからマツダプラン作ったんです。私も難しい難しいって評判悪いけど、でもねこんなにね積極財政ができるプランはないと自信を持って言ってるんです。私はマツダプランがあるから、日銀が持ってる国債がお金に変わるから、だから初めてね積極財政ができるようになる。積極財政をやらないと金融政策だけでお金増えないんですよ。でそのところを我々はもっともっと国会で勢力を拡大して実現しなければなりません。そのためには今度の統一地方選どれだけ取れるかなんです。私たちはお金がある。それが海外に回ってる。それを日本で回すっていく。これがね経済政策の一丁目一番地で、戦後のね日本の私たちの先達たちは立派でしたよ。日本は半導体王国作った時に日本の国家を何とかしなければいけないという財界人がいたんですよ。 IBM 何するものと、それがね半導体王国築いた。今どうなったでしょうか。市場に任せればいい、自由がいい、それにそのね口車に乗って、そして会社に入ってくるのは外国ばかり。社外取締役を入れろ、監査役を入れろ、なんとかかんとかコンサルティング会社、そこにたくさんのお金払って全部吸い上げられてるんですよ。それを多くの人言ってますよ現実に。でそうじゃないでしょう。私たち日本は現場が強いんですよ。現場に強い。しかしあいつらは現場が分かんないんですよ。なんでそいつらに私たちの現場を捧げなきゃいけないんでしょうか。もう一回日本らしい現場を取り戻しましょう。大阪にはね優れた現場がたくさんあるんですよ。これを皆さんの力でね、日本が大切なんだ、私たちの地域が大切なんだ、大和魂をいつも吉野候補は言ってますよ。初めてね日本の戦後のね政党の中で精神論を言ってる初めての政党なんですよ。でもね精神論がなかったら経済も回らないんですよ。私たちに国家観がなければ経済にお金を回すこともできない。全部いつの間にか取られてしまう。大阪は日本の経済の中心でしたよ。いつの間にかなんかね副都心に甘んじてしまうような地盤沈下がどん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 進んでしまう。だけども大阪から日本経済を取り戻せるんですよ。それは大阪の皆さんが日本という軸を取り戻して大阪にから日本を取り戻すというそういう思いを持つかどうか、そういった国民運動に賛成しているかどうかで全てが決まります。これからの選挙戦の間に吉野候補はそういう訴えをしてくれると思います。そのもとに皆さん、大阪から日本を取り戻そう運動、大阪府民の国民運動として皆さんで起こしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。賛成と使っていただきます。雨の中本当にたくさんの方々ねどんどん増えてきてて、非常にありがたいと思います。こうやって皆さんが集まっていただくだけで本当に吉野俊明の勇気になりますからね。はい、本当に皆さんありがとうございます。
参政党、まあ、本当にまだ新しい党で、ね、国民の数パーセントしかまだ知ってもらえていません。しかしこれから私たちみんなで作っていくんです。どういう党か、みんなが政治に参加するための党です。なんでそういう党が必要だと思ったか、それは私が20歳の時に遡ります。僕は関西大学、吹田の関西大学に行ってたんですね。1年休学してカナダに渡りました。でカナダで外国のアジアの若者たちと話していると、彼らは自分たちの国の未来を語るんですよ。こうしたい、ああしたい。でその前提には自分たちの国の歴史観があるんですよ。戦争があった、ね、国が分断されている、貧困だ、そういったものをどう解決するかっていうことを考えている学生と僕は会いました。でも僕は考えてなかった。日本の教育ではそういうことを考える機会がありません。皆さん考えてますか？日本の未来、大阪の未来考えてますか？今日春休みで学生の方もいらっしゃると思うけど、ね、皆さんが生まれ育ったこの大阪の街をこれからどうしていけばいいかって高校生、中学生考えてますか？考えてないんですよ。それに海外で気づいたんです。もちろん海外の人たちがみんな考えてるわけじゃないけれど、一定数そういうことを考える人がいるんですよ。自分のことだけじゃなくて、自分たちの国、地域、もっと言えば地球のことを考えてる子もいる。そういう子たちと会って気づいたんですね。このままじゃ日本が危ない。そうでしょ。若者が国の未来を考えてない国が発展しますか？若者が国の未来に希望を持ってない国が発展しますか？若者が地域の未来を考えてない地域が発展しますかってことです。みんなで考えないといけないんです。僕は考えました。日本に帰ってきていろんな統計を調べたりして、したらこのままじゃやばいって気づくんですよ。今から25年前ですよ、24年前か。それでそんなことを周りの人に言ってたんです。大学生でしたけどね。みんなに笑われました。変な宗教に入ったのか、どうすればみんな聞いてくれるのかな。いろいろ考えた結果、半年ぐらい経って決めたのが、政治家になって日本の教育を変えようということでした。教育から変えないと国の未来は変わらない、ね、みんな言うけど、政治家言う人いるんだけど、本気でそれをやる人がいないんですよ。教育は国家100年の計ですよ、地域100年の計ですよ。それを本気でやろうという人がいないんです、日本には。僕はそれがやりたいと思った。本当は学校の先生になろうと思って大学行ったんですけど、先生じゃ年間数十人、多くて数百人の子供しか触れられない。そうじゃなくて、もっと大きく、ね、子供たちに発信するには、子供たちの環境を変えていくには政治の力が必要だと思ったんです。両親に言ったら、まず親父に怒られましたよ。お前そんなになれるわけないって。それは政治家になるって言ってたらかっこいいと思ってんだろうと、人生なめるなというふうに親父に怒られたの今でも覚えてますよ。ね、でも僕は頑固だから聞かない。まあ、ちなみにここにいる3人とも超頑固です。はい、よく言えばブレない。僕もブレない。だから親に何と言われるともやるんだと思って、どっかの誰かさんみたいに弁護士になろうとしました。誰とは言いません。弁護士になって知名度をつけて、お金を貯めて、信用をちゃんと貯めて、そして政界に行こうと思ったのが僕の20代の計画です。でも全然うまくいかなかった。ね、親父の会社が倒産したんです。ね、うちの父さんは父さんも連れてきた。すいません、大阪だから許してください。しんどかったですよ。25、6歳でしたから、住むとこなくなって、みんなから怒られて、ね、いや死にたいなと思ったこともあります。だから僕結構精神病のこととかいろいろ調べるんですよね。そういうしんどい人の気持ちよくわかるからです。でも僕の周りにはそれこそ義理や人情を持った人がいてくれたから助けてくれたんですね。あの時もし誰も僕を助けてくれなかったら、僕はここに立っていません。死んでたか、もしくは社会を恨んで悪いことやってたと思います。だって僕別に悪いことしてませんから、ね、たまたま経済が地域ダメになって、ね、親父も頑張ってたけど、でも地方じゃやっぱダメだったんですね。その流れに流されたんですよ。今の自由主義、ね、自由主義の資本主義の競争に負けたんです、うちの親父は。なんで、うちの親父は食品スーパーやってました。
なんで潰れたか、それは大店法とかを改正したからですよ。自由競争がいいんだって言って改革したからですよ。日本はね、ちゃんと地方とか弱い人を守る仕組みがあったの。そういう地域には大きなね、ショッピングモールとか作らないって、そういうルールがあったんです。酒屋さんが一軒あったら近くには作らないとかですね、ね、そういう規制があったのに、それを全部取っ払って自由だ自由だと、僕もそれがいいと思ってた時期がある。でも結局ね、自由競争って強い人が勝つんですよ。うちは負けたんですね。でも助けてくれる人がいたから、僕はなんとかもう一回気持ちを取り直して、また関西大学の大学に戻って法律を勉強し、そして29歳で吹田の議員になりました。その時訴えたことも今と変わらない。日本の教育を変えようです。若者の意識を変えようですよ。その当時のビラ僕まだ取ってますから、ずっと同じこと言ってるけれども、吹田の議会に入っても教育のことなんか言ってたんで票にならないぞって言われるんです。それどころか、さっき松田さんが言ったような国民の軸とか日本人のアイデンティティとか、そういうこと言うと共産党の人から叩かれるわけですよ。吹田は当時共産党が第一党、ね、そして日教組も強い、日の丸も掲げてない、子供たちは君がいも歌えない、そんな街で僕は議員をやってましたから、右翼だ右翼だって言われるんですよ。右翼も左翼もよく知りませんでしたよ。そんなの分かんない、そんな29歳で。ただ僕はこのままじゃ日本がダメになると思ったから、だから教育からしっかりと変えて、大阪の子供たちが、吹田の子供たちがちゃんと自分たちが住んでる地域をね、場所をどうすればいいかっていうのを考えてほしいから、それには、ね、日本が好きだ大阪が好きだっていう教育しないとダメじゃないですかね。そんなの日本が嫌いで大阪が嫌いだと思ってる子が、ね、大阪のために日本のために仕事しますか、しないでしょ。だから子供たちにちゃんと教えないといけないのは、もちろん悪いところもありますよ、日本にも大阪にも、それあるでしょ。けどそういう悪いことを教えるんじゃないの、子供たちには。その中でどういう希望があるか、どういう先人たちの思いがそこにあるのかっていうのをちゃんと教えるべきだというふうに言うけど、全然周りに仲間が増えないから、僕は当時大阪府知事だった橋本徹さんを頼ったんです。みんなで一緒に大阪府の若い議員を集めて、そういう運動を起こしましょうと、ね、今日本は変わり目だから、これから本当に幕末のような状態になるから、だから大阪から日本の維新を起こそうということで、2009年に作ったのが大阪教育維新の会です。なんで維新かっていうと、まあ、幕末に出るということと、僕の神谷宗平という名前は新選組の沖田総司から取ってるからですよ。ちなみに僕の子供の名前は神谷宗司です、ね、吹田の会派の名前つけてたね、当時の会派の名前は吹田新選会ですよ。だから新選組から維新が来てるんです、ね、その後僕ら作ったの龍馬プロジェクトだから、全部一貫してるでしょ。それが証拠ですよ。30人ぐらいで維新の会やってましたね。まず少しずつ変えていけるところ変えようと思ったんだけれども、1年も経たないうちに橋本さんたちが新しい会を作ろうって言うんです。何のためか、大阪の府庁をベイエリアに移すためですよ。大阪の府庁をベイエリアに移すためにできたのが大阪維新の会です。皆さんその原点を忘れちゃダメですよ。都構想をやるためじゃないんです。大阪の経済を良くするためじゃないんです。彼らはベイエリアの開発をしたかったんです。それが自民党や公明党に賛同もらえなかった。それはそうですよ。大阪の府庁、今ね、大阪城の近くあるでしょ。あれはもう戦国時代からずっとですね、陸地で地盤の固いところだからですよ。その周り全部海だったんですか。ここ埋めたから、埋めたからですよ。全部そうですよ。全部大阪は湿地帯だったんです、数百年前まで。だからそんな地盤の緩いところ、ましてや湾岸エリアなんてこの間埋めたばっかりだから緩いでしょ。だからそんなところに防災拠点とか持ってっちゃったら、津波が来たらどうするんですか。南海トラフ来たらどうするんですか。それじゃあ府民の命が守れないからって言って、自民党も公明党も反対したわけですよ、ね、そしたらその道理じゃなくて、やっぱり経済合理性でいきたいということで、松井さんたちが作ったのが維新の会ですよ。で、僕らも入れって言われましたけど、僕ら入らなかった。だってそんなベイエリアの開発とかしたくないから、でしかも道理が通ってないからね、お金でしょ開発って。
大阪府民のための開発はしたらいいんですよ。けど自分たちの開発利権を作るためになんで僕らが協力しないといけないんですか。僕はね、利権なんか欲しくて政治なんかやってないんですよ。お金が欲しければね、自分の会社で頑張りますよ。ねえ、これだけ多くの皆さんが応援してくれるんだから、それは会社やったって応援してもらいますよ。違うでしょ。金のために政治なんかやる必要ないんですよ、僕らは。だから反対したら、会の名前がいいからって持ってかれたんです。僕はもう一回橋本さんに談判しに行きましたよ。覚えてます ?2010 年2月18日です。一生忘れないこの日は。大阪府の知事室で話をさせてもらいました。ね、僕はその時から参政党みたいなものを作ろうって言ってたんです。日本を変えようって。あなたは発信力もあるし、弁も立つし、若いし、僕ら同世代だし、ね、あなたみたいな人が立ってくれたら今無関心な若者たちも立ち上がるから、ね、次世代のために一緒にやりましょうというふうに一生懸命言ったけど、ね、全然伝わらなかった。そんなの無理だって言ってました。大阪のことすらろくになんともならないのに、そんな日本のことなんか考えられないって彼ははっきり言ったんです。ああこの人はそこまでしか考えてないのかと、ね、目の前の大阪の、しかも目の前のそのベイエリアの開発、そんなことにしか関心がないのかということで僕らは決裂したんですね。でも一時は一緒にやった仲間だから、僕らはその段階で彼を叩くことはしなかったけども、その後にあった大阪の吹田の地方選挙とかそういったので、どんどん僕らに潰しが払ってくる、ね、僕らも自分からは攻撃しないけど、叩かれたら叩き返しますよ。ね、それやらなかったら、ね、やられ放題になっていじめられっ子みたいになるからです。やられたらちゃんとやり返します。のでそこからこういうことを言い始めたわけですよ。維新はおかしいって。ね、でも、ね、マスコミの皆さんが維新をどんどん取り上げるから、僕たちが街頭演説してても当時は誰も来てくれない。こんなの奇跡ですよ、僕からしたら。こんだけ何百人もの方が来てくれて。ね。でも橋本さんの演説には人が集まる、僕らの演説には人が集まらない、ね、そういった悔しい思いをして、そして僕たちはなんとかならないかと思って全国を駆け回って仲間を集めたんですけど、うまくいきませんでした、ね、松田さんが一緒にやれてた平沼武夫さんたちともお話しさせていただいて、新しい党を作ろうとしてたんです。参政党みたいな党けれども、それもさっきの話の中で石原さんが橋本さんと組んじゃったから、その話も流れた。もう僕はやる気がなくなっちゃって、希望を失っちゃって、もう政治はもうダメだと。だから最後吹田で無所属で衆議院戦ってやめようと思ったんですね。そしたら2012年安倍晋三さんに誘ってもらって、どうせやるんだったら自民党でやれと、中田町に入って中見てからそこから変えればいいんだと、ね、思いはよくわかるって言ってもらったから、だからこの人が総裁だったら日本変わるかもしれないと、そんな期待を持って自民党に入ったけど、ダメでしたね。大阪の自民党の中にやはり僕と同じような思いの人はいなかった。むしろね、維新とそんなに変わらないんですよ。やれお金だとか開発だとか選挙だとかですね、結局そんなのね、利権の取り合いなんですよ。政治が、大阪の政治はね、利権の取り合いだったんですよ。ね、経済が伸びてお金がいっぱいあるんだったら、それは利権の取り合い、分配したらいいですよ。それが今もうお金がないんですよ。分配するお金もなくて、みんなの税金がどんどん上がってるんですよ。なんでこの後に及んで利権だったり、ね、そんなものにぶら下がるんですか。日本の企業が金がなくなったら中国から持ってくるんですか。そんな政治をいつまで続けるんですか。そこに終止符を打たなければいけないというのが我々参政党です。大阪は日本の経済のトップを言っていた、ね、だから経済がダメになって一番ダメージを食らった場所と言っても過言ではありません、ね、だから一番しんどいんですよ。規模も大きいだけに生活保護も多いじゃないですか。むちゃくちゃ課題が大阪に集まってます。日本中の課題が大阪に集まってます。これを変えるには、今までの従来型の開発利権とかそんなね、政治のことだけやっててもしょうがないんですよ。変えていかないといかない。それをね、しっかりと今回の選挙を通じてみんなで考えるんです。吉野さん頑張ってちゃダメ、参政党頑張ってちゃダメ、日本の政治どうするか、自分たちの生活どうするか、そういうことをみんなで考えるんです、ね、吉野さんが一生懸命情報提供してくれますから、
吉野さんが言ってることは、とりあえず大阪のこのこれまでの過去の事実を知ってくださいってことなんですよ。事実を知って考えてくださいってことなんです。今までテレビがちゃんと言ってこなかった、新聞も書いてこなかった、当然政治家たちも言わなかった、自民党の人たちも言えないんですよ。自分たちも似たようなことやってきたからね。え、大阪府民の心僕よく分かりますよ。自民党に期待してた、でもダメだった。だから新しい維新に期待した、でも13年任せたけどやっぱりダメだった。その間何十年も経っちゃって日本の課題先進権になっちゃったね。え、だから次は参政党じゃないですよ。次は大阪府民の皆さん一人一人がやる番です。もう自分たちでやるしかないんです。参政党は皆さんが考えたり学んだりするプラットフォームとして使ってくださいね。一緒にやるんです。何をしたいかね、ぜひ一緒にね、今日もやってくれてるのはもう本当にこの間まで政治なんか全く関心がなかった党員の皆さんですよ。この1年でできたチームです。ぜひ皆さんもこのチームに一緒に入って一緒に作ってください。そして知りたいことをね、吉野さんに頼んでください。知りたいことを頼むんです。あれやってこれやってちゃダメね。そんな依存型の政治はもう日本では通じない。自分たちで考えるために情報がないと必要いけないから、情報を教えてくださいって言ってください。そしたら吉野さんがそれを全部公開するからね、都合の悪いことも公開しますよ。命をかけてこの人やってくれますよ。そういう人なんです。そして吉野さんが公開した情報をしっかりと見て、ああこういう利権構造になっていたのかと、こうやって自分たちの税金が無駄に使われたのかとね、そういったことに怒りを持って、そして正義の心を持って、じゃあどうするかっていうことを皆さんが提案するんです。その受け皿として今回16人の市議会議員とかの候補がこれから後半立ちますから、その人たちもフル活用してください。馬車馬のように働かせてくださいね。そして皆さんでこういうふうにすべきだよね、もう一回元気な大阪取り戻したいよね、義理人情取り戻したいよね、大阪の教育変えたいよねって、そういうことを皆さんの声で上げてもらわないと、メディアに依存してメディアの流論調に合わせて皆さんが先導されている限り、大阪の政治も日本の政治も変わらない。変えたいんだったら自分たち一人一人が当事者意識を持って、自分たちが変えるんだという強い気持ちを持つんです。その受け皿を参政党が作りますから、吉野俊明が作りますから、皆さんその受け皿にしっかりと思いを乗せて、一緒に自分たちの町を、大阪を、日本を元気にしていく、この決意を固める大阪府知事選挙にしましょう。初日からあんまり飛ばすと喉が枯れるんで、今日はこの辺にしておいて、まだ私何回も入りますね、明日も明後日も大阪もありますし、最終日にもまたやっていきます。ぜひですね、皆さん本当この期間、選挙の期間が政治を考える一番いい期間ですから、ね、別に参政党がね違うと思えば参政党じゃなくてもいいね、維新でも自民党でもいいですよ。でもね、大阪の未来や自分たちの生活の未来は真剣に考えてください。誰に任せようかなはもうやめましょう。何をすべきなのかな、自分たちが何をすべきなのかなっていうことを考える、そんな選挙にしていただきたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。私はこういう思いで今日まで人生を生きてきました。いろんな苦難がありました。中学校の時に先輩が悪いことしていて注意したら、彼らに30人で3時間かけてリンチにあって死にそうな大怪我になりました。硬膜下出血って言って、もしかしたら13歳で死んでいたかもしれない。でも私は彼らを許して風紀委員長っていうのに立候補して、自分がリーダーになってその中学校の風紀を取り戻す、諦めずにこれを中学3年間やり抜きました。高校を卒業し、大学を卒業し、今度は医療の世界に入って、そして最初は東京医科歯科大学というところで研究者をやっていました。
しばらくして父親が戻ってこないかと言いました。私の父親は歯科医師で小さなクリニックを経営していました。私は世襲が嫌いで、政治家もドクターもそんなのばっかりだから、同じ医療の道には行ったけども、父親の病院を継ぐことだけは決してしたくない、そういう楽でずるい道はやりたくないと思っていましたが、なんで父親が戻ってこいって言うのかって言ったら、これまたテレビで放送してるから言いにくいですけども、うちの親父が経営に失敗して2億8000万も借金があるからなんとか片付けてくれと言われたんですよ。すごい金額ですよ。一番ひどい時は1日患者さんが1人とか2人しかいない。保険医療っていうのは病気になってからお金が出るんですよ。病気にならないようにするっていうことが全く哲学がないんですよ。政治と同じですよ。お金がないからばらまくみたいに、なんかとにかくがんでも何でも糖尿病でもたくさん病気が出てくればお金が儲かるから病気を治さないでお金儲けをしてるみたいなのがものすごく嫌で、特にがんがそうだったから。私は歯科医師なので医師の先生を雇って、そして一緒に世の中を治すために保険診療をやめて自由診療の世界で食と健康から病気の原因を取り除いて病気にならないようにする、そういう医療をやりたいと思ったんですよ。そしたら同業のドクター連中が400人も署名を集めて、私に理事長解任決議案というのを横浜市議会に出されて、そして私を追いやろうとしてた。なんてことするんだと。でも僕はまだたった一人で始めたこんな小さなクリニックだけども、ここを拠点に絶対に日本の医療を変えてやるんだと、ものすごく強い思いがあったから、絶対負けるわけないと、なんでそんなことするんですかと役人に聞き入ったんですよ。そしたら、あなたは年間医療法人の理事長は210日以上勤務しなきゃいけないのに、それを守っていないと、倫理的道義的責任があるから解任決議案が出てるんだというふうに言われたんですよ。そんなことはないと。私はほとんど365日仕事してます。なんでそんなこと言うんですか、証拠あるんですかと言ったら、私当時 SNS がないからブログに去年は53回講演をしました、これが証拠です。なぜ365日から52日を引き算して、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休み、お盆休み、ゴールデンウィーク全部引き算したら200日足らないと。僕は違いますよ。今もそうですけども、日曜日も治療したり、日曜日に講演したり、祭日に講演したり、あるいは治療が終わってから夜中に講演したりとかしてると、じゃあ証拠出せって言われて、で当時はまだ紙と鉛筆の予約簿だったり、私の手帳があったから、それを議会に出したんですよ。そうしたら、本当にこんなに仕事してるんですね、疲れませんかって言われたんですよ。疲れますよ。なんでそんなことするんですかって言われたから、日本の医療を変えたいからです、私は言ったんですよ。それが僕が36歳ぐらいの時の話です。で次は、ある精神科病院がやっぱり潰れそうだと、経営がうまくいってないと、23億5000万も借金があると、なんとかしてほしいって言われて、2億8000万はやったことあるけど23億円以上はやったことない、やることにしました。なんでそんなことやったんですか、病院の経営がやってみたかったんですか、違います。250床もある大きな1800室もある病院で入院患者が200人以上いて、潰れちゃったら死ぬ人が出るからですよ。そんなこと絶対やっちゃいかんと、もうみんなから反対されました。そんな莫大な金額一体どうするんだと、もう本当にありとあらゆる人脈、知恵、根性、なにわ節、こういうのを使って成し遂げました。絶対に諦めなかったからです。その次は一般病院、山梨県にある一般病院を9億5000万円また借金があると。私の特徴は人が作った借金を返すんですよ。それもなんとかやり遂げました。そしたら始まったのがこのコロナですよ。これもずっと正しい情報を私はもう2020年の2月から言ってました。おそらくであろう、ワクチンが出るとかいろんなことが起こると予言をして、ズバ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 言いたい放題、真実だけをもう YouTube で垂れ流していて、そこで知り合ったのが神谷宗平さんだったんですよ。なんでそんなことするんですかって言ったら、嘘つくのが嫌だし、正しいこと言わなかったら世の中が治らないからです。で、医科歯科大学というところに
勤務してたんで市場に行ったんですよ。そこもクビになり、一般病院もクビになって、それでどうしようかと思ってる中で、神谷さんから一昨年、そういう強い思いがあるんだったら、ぜひ政治の世界に入って参議院議員になってやってみないかというところでチャレンジしたわけです。残念ながら私は選挙に敗れて落選しましたけども、でもこの選挙戦の中で諦めずにずっと言っていたのが食と健康の話です。多くの人が変わってもらって、食によって病気が治り、リウマチが治りました、パーキンソンが良くなりました、花粉症が治りました、癌も治った人もいっぱいいましたよ。諦めなくてよかったと。私は目標は政治家になることじゃなくて、医療の世界で正しいことをすることだったから、戦いには敗れたけども、ちゃんと結果は出したんです。そして今度大阪です。さっき神谷さんが言ってたように、外資でなんかうまくいった例なんか世界中どこもないんですよ。最後乗っ取られるんですよ。皆さん、関空はバンシっていうフランスロスチェルド系の航空会社と、それからオリックス、これの合弁でやっていて、外国企業が持っているっていうのを皆さん知ってましたか？知らなかった人手挙げてくださいよ。こんなことも知らないじゃないですか。電力だってメガソーラー、上海電力ですよ。こういうふうに外資にやられて得することなんかない。これが今度 IR は MGM リゾーツっていう、またこれ会社なんですよ。こういう会社にやられてしまったらもう戻らないし、そもそも、滝島の不調の商社ね、あそこにあったホテルが利益が出ないからって言って30億円以上も賃料が未払いで撤収して出ちゃったでしょ。あれと同じこと MGM リゾーツやられたらどうするんですか。やったんだけどお金が儲かえないから撤収しますってやられたらどうするの、その土地を、設備を。先ほど申し上げましたけども、皆さんの血税が何百億じゃないですよ。もう3000億以上入ってるでしょ。吉村さん言いましたよ、お金がないんだと。医療や福祉、これからどんどん少子高齢化するんだ、財源どうするんですかって言ってみてくださいよって言われましたよ、討論番組で。簡単ですよ。そんな数千億もかかってる IR やめればいいんじゃないですか。皆さん、皆さんバブルの時のことを思い出してください。バブルの時って外国人がこんな来てましたか？外資に土地や企業や電力や上水道や下水道なんか売ってましたか？日本人同士でみんなで仲良くして、お金がぐる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 回ってバブル経済になってたんじゃないですか。逆なんですよ。日本人がお金を使わないから、日本人のために、だからダメなの。なんでお金使わなくなったんですか？景気が悪いからです。なんで景気が悪いからなんですか？先行きが不透明だからです。なんで先行きが不透明なんですか？どんどんお金を外国に持ってかれちゃうからですよ。そうすると将来が不安だから結婚もしない、だから子供も作らない、どんどん子供が減る、少子高齢化になる、お年寄りが増える、医療費がかかる。ここでじゃあ何でギャンブルを日本にバツンって入れてきて、その人たちがギャンブルしてるお金で本当に皆さん豊かになるんですか？ならない。ならないでしょ。皆さんね、ギャンブルでお金が儲かって貧乏の人がお金持ちになって、それで病気が治ったとか福祉ができるだとか介護ができるかって聞いたことありますか？ないんですよ、そんなものは。もういっぱいね、言いたいことはたくさんあります。テレビでも言わない、新聞にも書かない、週刊誌でも言わない、そして政治家も語らない、こんなのばっかりです。こうやっていろんな事実が隠蔽されていて、経済が良くならない、コロナで一番人が死んで一番死亡率が高くって、保健所が61個から18個になって、大阪市も24個の保健所がたった1個になって、バン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 人が死んじゃったのが、この維新の13年間なんですよ、皆さん。だから絶対に諦めない。今回も絶対に大阪を取り戻してみせる。だからみんなで一緒に頑張るんですよ。わかりますよね。もうね、ウルトラマンも仮面ライダーもスーパーマンも現れない。誰かがやってくれたらいいんだ。そうじゃない、事実を皆さんきついんですけど知るんですよ、現状を知るんですよ。そして諦めない。絶対に諦めたらダメなんです。諦めた瞬間に可能性は 0%。 僕も子供の時からやってきたじゃないですか。諦めないんですよ、絶対に諦めない。諦めなければ絶対なんとかなる。
私ができなかったとしても私の今度後継者がやってくれるかもしれないし、我々の子供がやってくれるかもしれないじゃないですか。戦後を復興した時に日本は戦争に負けてぐちゃぐちゃですよ。ここだって大阪だって大空襲にあって焼け野原だったんですよ。今よりもっぽど辛い状況ですよ。そんな中どうしてみんな立ち上がってきたんですか。それは正しい教育を受けていて、諦めなければ絶対なんとかなる。そしてこの土地や空気や水、自然、文化、歴史、こういうものがご先祖様からずっと受け継いできている。これを守りたい、その思いで日本中のみんなが立ち上がって、ぐちゃぐちゃの中の敗戦から立ち上がって今日でも来てるんじゃないですか。そういう歴史をちゃんと学校で教えない。だから国語、算数、理科、社会だけできれば学校にいい学校に行けるんだと。チャレンジテストっていうのをやって、中学校高校でテストをやったらそれで行けると。でこれができない子たちはもう挫折して学校行かなくなっちゃう。大阪の不登校は 2.8% の比率があるんですよ。日本でもトップクラスなんですよ。なんで国語、算数、理科なんか教えるの。どうして日本の歴史や大阪の歴史を教えないんですか。自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんを全く知らなかったら人間なんて生きる気しないですよ。歴史ってそのぐらい大事なんです。だから皆さん、もっと国語、算数、理科、社会もいいけども、日本の歴史や大阪の歴史を子どもたちに教えてあげましょう。お年寄りの皆さん、いいですか。自分たちがどうやってここになってきたのかっていうのをお孫さんに教えてあげてください。そのことが大事なんですよ。子どもたちは自分たちの家族に誇りを持つと元気になるんです。自分の家族に誇りがないから自殺したりとか不登校になりたくなるんですよ。同じで自分たちの歴史をきちんと知らないと大阪の人も大阪を好きにならない。大阪の人が大阪のことを好きになると外国人はたくさん来ますよ。先日大阪城行ってきました。外国人だらけですよ。天守閣の周りなんて9割ぐらい外人、中国人だけじゃないですよ。白人や、ね、その子供たちもたくさんいます。みんなニコ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 してる。来て楽しいからまた来たいんですよ。ギャンブルで負けた人たちがまた大阪に来たいと皆さん思いますか。思わない。そんな悲しくなる場所を作って本当に観光客がリピーターで来るんですか。カジノを作ってる全ての国々はラスベガスもそう、ね、シンガポールもそう、マカオもそう、香港もそう、何にもないところに作ったんです。だから歴史もないし観光もないし文化もないし食もないから、だからカジノだからやって来てくださいと言ってる。ここは日本で一番古いとこじゃないですか。神武天皇どっから始まったんですか。仁徳天皇はどこにいるんですか。こういう歴史があるところにカジノが持ってくる人なんか全くない。将来の我々の子供たちに負の遺産や借金を残しちゃダメですよ。もうすでに IR は大阪にあったんです。大阪城がある、道頓堀行ってきました。外国人だらけでしょ。 GRA があるんですよ。競馬できるんですよ。ギャンブルもしてちょっと儲かったらうまいもん食って遊びに行けばいいじゃないですか。それをやって大阪のことをもっと好きになるでしょ。そんな何百万とか何千万もかけて24時間やってるようなギャンブル場を作ってどうするんですか皆さん。これからこの選挙権を通じて、選挙戦を通じて何を隠蔽されていたのか、どんな事実が隠されていたのか、これはどん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 言います。そして私は今まだ一言も言ってないです。参政党とも吉野俊明とも一票入れてくれても言ってないですよ。皆さんに知ってもらいたいんです、本当のことを。そして諦めてもらいたくないんです。私は3つお願いがあります。1つ目、ぜひともメガソーラーを見に行ってきてください。行ってきたらびっくりしますから。2番目、大阪城に行ってください。今日雨降ってるから行かなくていい。次の日曜日行くんです。そしたら外国人の人たちがどれだけニコ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 して大阪のこと好きだっていう顔をしてみんなで喜んで写真を撮ったり遊んだりしてるのか。もうすでにインバウンドはそこにあるんです。3番目、こういう事実を一人でも多くの人に言ってください。知るんです。知らなかったら判断する材料すらないから。だから私は選挙が終わってもそうです。これからもどんどん正しいことを言います。歴史的正しいこと、僕の考えじゃない。地質学、考古学、こういうことから言ってきます。それで皆さんが判断してください。そうすれば何をするか分からずです。そして絶対に諦めない。そして自分の人生は必ず生きる。もし今回の人生、戦後日本は77年78年目に入ってますけども、これだけ悪くなっちゃった。でも皆さんが一生懸命やればその後ろ姿を見て
お子さんたちが、お孫さんたちが、よし、じゃあおじいちゃんができなかったこと僕たちもやろう。おじいちゃん死ぬまで諦めなかったんだ。おばあちゃんも諦めなかったんだ。お父さんもお母さんもそうなんだ。なります。だから、最後の最後まで人生を生き抜いてください。今日今雨が降ってるのは、天が泣いてるんですよ。このままじゃダメだって泣いてるんですよ、皆さん。皆さん、立ち上がってますけど、人生を立ち上がってください。ね、そして、みんなで一緒に頑張って、大阪から日本を取り戻しましょう。ありがとうございました。これからも街頭演説続きますけども、ぜひ皆さん来てください。どうもありがとうございました。賛成党、頑張れの思いを込めて、1、2、3、政党ゴールやりたいと思います。私はせーのと言いますので、1、2、3、政党とご唱和いただきたいと思います。大きな声で吉野俊明にエールを送ってください。では行きます。せーの、1、2、3、政党。ありがとうございました。あれね、今日雨なんだよ。市民を言ってた。